皆さん、佐野系アロマセラピストのお笑いチャンネルへようこそ。アロマセラピストであり、和精油と自然発揮商品のセレクトショップミューズネストのオーナーでもある私小宮が、アロマセラピーの知識や健康雑学などを笑いを交えてご紹介するチャンネルです。はい、今回はですね、ヒノキの精油についてちょっと改めて復習してみようかなと思います。和精油って何っていう方からすると、ヒノキって聞くと、あのヒノキねって言って植物の方はね、あのイメージの中で固まると思うんですけれども、実際じゃあヒノキの香りってどんな香りやったっけっていう風に思い出しても、こう香りって言葉で表すのが難しいですよね。なんか、あ、はい、ヒノキの香りですよっていうような感じですね。ではヒノキの精油なんですけれども、一体どこからどういう風に取られるのかというのを改めて説明します。ヒノキのですね、精油に関してはメーカーさんにもよるんですけれども、だいたい木部と子葉部と葉部に分かれます。で、ヒノキの植物に関する情報としては、ヒノキ科、ヒノキ属ですね。学名はカマエシパリスオブトゥーサ。はい、これが正しい発音なのかどうかっていうのはラテン語なんで分かりませんけど、だいたいこういう風に、なんかね、ローマ字読みに近いんですけれども、若干違う発音をしたりします。で、抽出部位は木部と子葉部と葉部。で、抽出方法は水蒸気蒸留法です。で、原産国はですね、日本、和精油なので日本でございます。カマエシパリスっていうのが、小さい糸杉って言って、オブトゥーサーが鈍形のって言われてるんですよ。鈍形って何よっていう感じですよ。鈍い形のって感じです鈍い形のちっちゃい糸杉なのかみたいなね、なんかそういう風に名付けられてはいるんですが、このヒノキに関しては、どこに行ってもですね、森林にはだいたいヒノキが生えていますね。それは人工林が多いということなんですけれども、世界の森のだいたい、日本は3位だと言われているんですけれども、森林占有率ですね、国土面積に占める森林の割合が日本はだいたい3位だと言われています。日本の国土の67% ですよね、が森林。都会に住んでると全然そんな実感はないんですけどね。でも日本は森林大国と言われていますね。で、その森林の中でもだいたい 40% ぐらいが人工林、人が植えて育てている森林だっていう、この森林が人が植えて育てるって言ったら、大体が杉とヒノキになってくるので、ヒノキはどこに行っても結構あるよねっていう感じなんですよね。で、ヒノキはもともとどういうふうに使われていたのかっていうと、戦後ですね、建築資材として植えられたんですけれども、結構最近余ってきていると余ってきてるから、干ばつをしている中で、その干ばつ剤の有効活用っていうのをどうしようかっていうふうに考えられているんですよね。でも昔はですね、ヒノキに関しては、木の木部の部分なんかは神社とか仏閣ですね、寺社仏閣、正倉院の宝物庫とかねで使われています。これ面白いんですけど、正倉院の宝物庫のあぜくら作りのところはヒノキなんですけれども、その中身の宝物の保管は杉の箱に入れられてるんですよ。だから昔からその木の特徴を知りながら昔の人たちはね、使ってたんですね。もう今全然それも自分で分かってないんですけれども、板をだってこう活用するっていうこと、場面がないですからね。そうなんです。でも、あとはヒノキはね、ヒノキ御殿って言われる、その家を建てる住宅の建築材とか、あとヒノキ風呂ですね、浸かりたいですね、旅行なかなか行けないから、ヒノキ風呂に使われたりとかですね、そういう部分で建築資材として重宝されてきたと。
て、まあ、有名なのはその法隆寺の猫中の塔なんですけど、1300年前ぐらい、ぐらいに建てられてますけど、昭和の大修理で取り替えた部分っていうのがですね、なんとまあ大体 35% ぐらいしか取り替えなかったって。普通の住宅って50年経ったら大体もうだいぶガタがきますよね。1300年前のものが取り替える部分が 35% ぐらいで済んだと、すごいですね。これなんか詳しく知りたい方はね、また書籍があるんですけど、法隆寺を支えた木っていう本があるんですよ。まだ私は読んだことがないんですけれども、ぜひ興味のある方は読んでみてください。私も読まなあかんなと思いながら、ちょっと読書が間に合っておりません。はい、今日も後ろで元気にワイワイ騒いでるのはラボットちゃんたちですね。はい、ヒノキの、木部と使用部と用部でそれぞれ全然実は成分が違っていて、で木部はですね、ちょっと重めセスキテルペンアルコールっていうものとか、大体全部に入っているのがこのアルファピネンっていうね、1回なんか特化のアルファピネンの凄さみたいな回で語ったことがあるんですけど、いわゆる森の香りと言われている香りが多いです。アルファピネンとかモノテルペン炭化水素って言われている、森の香りって言われているものと、あとはそのセスキテルペンアルコールって言われている、ちょっとこう落ち着くような鎮静作用があるような芳香成分が入っています。で使用部はですね、ハートの中間ぐらいなので、ちょっと用部の方を先に言っていくと、用部の方つまり葉っぱの方ですね、葉っぱの方 の、 成分分析にかけると、木部と全然違っていて、ほぼほぼモノテルペン炭化水素類って言われている、いわゆる分子の少ないというか軽いものですね。でその中にも、一番多いのは何かなって見た時には、これもメーカーさんによって違うんですけれども、例えばユイカさんの、ヒノキの精油の成分分析表なんかを見るとサビネンっていう成分が一番多かったりします。でその後がですね、エステル類っていう結構心をこう落ち着かせて鎮静させたりとか、あとは筋肉の痙攣を落ち着かせてくれるような鎮静作用っていうのが期待されているようなモノテルペンエステル類がですね入ってるんですよね。そう、不思議ですよね。でこれでリモネンっていうね、よく柑橘類に含まれている成分なんかも入っているので、ちょっと爽やかなね、リフレッシュできるような香りというふうに考えていただいたらと思います。使用部に関しては木部と用部と半分混ぜたような感じって言ったものの、でもねちょっとね成分がまた違ってたりするんですよね。そこがまた不思議なんですけれども、ただモノテルペン炭化水素類が多いというのは一緒ですね。はい、なかなかね、日本らしい香りって言ったらやっぱりヒノキの香りっていうと慣れ親しんだ香りであって、であとはやっぱりその寺社仏閣に使われていると、そこにいた時の記憶っていうのは結構蘇ってくることがありますよね。いわゆるプルースト効果って言われてるんですけれども、人間の記憶が香りとか何かをきっかけにしてこう思い起こさせられる、想起されるっていうものですね。これね、伊勢神宮なんかも20年に1回建て替えるっていう恐ろしい、恐ろしくお金のかかりそうなことをやってるんですけど、これ式年遷宮と呼ばれている行事ですよね。皆様もテレビでよくご覧になっていると思いますけれども、これはすごいですよね。ヒノキの香りがすごいするらしいです。現場に行ったことはないんですけれども、さぞね、そこで働いていらっしゃる方々っていうのはものすごく香りがするんじゃないかなっていうふうにね、いつも見ています。でこのヒノキの精油なんですけれども、結構ね手軽に入手できます。というのも先ほど申し上げた通り、植林されているので、間伐をどんどんしていかないといけないんですよね。なので
割と比較的安価に手に入るんですけれども、それでもなんかね地域によって、あ、ここのヒノキはちょっと軽いとか重いとかいろいろあるんですよ。でそれは取り方だ、取り方、蒸留方法だったり、あとはその木の、まあ、樹齢ですよね。樹齢によって重みが違っていたりとかします。不思議ですよね。なんかすごい逸話があるんですけど、私がユイカのインタープリターを取った時のテキストに書かれてあった話なんですけど、飛騨高山のねオークビレッジっていう家具を作るところと、あと、まあ、建築を手伝ってくれた棟梁の方がいらっしゃって、で棟梁がですね、朝仕事に来るとヒノキのカンナくずを口の中に入れるらしいんですよね。でこれを口に入れると体の調子がいいんだって言って、で特に二日酔いの時はいっぱい噛むと治るでっていう風にね言ったそうなんですよね。本当かなっていう感じなんですけど、面白いですね。噛まないでくださいよそう、でもなんかこう植物なので、やっぱり昔からそういう風に親しんでこられた香りっていうのはやっぱり使いやすい香りでもあります。で私もトリートメントで例えばヒノキと、オレンジスイートが混ぜられたブレンドオイルなんかでトリートメントを受けたことがあります。すごくね落ち着いて気持ちよかったなっていうのは覚えています。なので一家に1本、まあそんなにお値段が張るものではないですしね、ぜひ生活の中で活かしていっていただけたらなと思います。ちなみにですね、精油渡されてもどうやって使っていいかわからないよっていう方は、芳香蒸留水ですね、精油を取るときにできる副産物のお水の方です。お水の方にも芳香成分は一部溶け込んでいるので、まあ、いい香りがやっぱりするんですよね。だからそれをシュ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 ッとしていただくだけで、例えば消臭スプレーになったりとか、まあリフレッシュするためにシュシュッとこう自分でね振りまいて香りを楽しんだりとか、そういった使い方ができます。私朝ヨガするときなんかは、まあいろんな処方でその日の体調に合わせていろいろ選ぶんですね、香りのグッズを。でたまにそうですね、吉野ヒノキの芳香蒸留水を、まあ、浴びるって言ってもバッシャーじゃないですけれども、まあ、スプレーでシュ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 ッとしながら朝ヨガをしたりしますね。であとはお風呂に入るときにヒノキ、うちの家をヒノキ風呂にできたらなとか思っていらっしゃる方がこのリスナーさんの中にいらっしゃるかどうかわからないんですけれども、温泉行きたいとか思った時にぜひ使っていただきたいのが、ミートトリーさんのですねヒノキのシャンプーですね。これね結構置いていてもインテリア的におしゃれなのと、あとリンスコンディショナーとシャンプーと、まあ、別々になっているタイプなので、洗い上がりはどちらかというとサラサラツルツルっていう感じですね。他にもうちの、ミューズネストのお店の方ではいろんなシャンプー扱っているんですけれども、ヒノキのシャンプーが一番、まあ、ツルツルっとした感じになります。なのでロングヘアの方とかはいいかもしれないですね。はい、ではまた次回ですね、ちょっと違ったものを取り上げていこうかなと思います。何か質問とかですね、こんなもの取り上げてほしいなとか、ここがよくわからんとか、アロマセラピーそもそもなんなんとか、そういうですね質問があれば、レターとかですねコメントの方にぜひ書き込んでください。はい、しばらくサボっておりましたけれども、また音声どんどんアップしていこうと思いますので、よろしくお願いします。和精油と自然発揮商品の専門店ミューズネストのオーナー小宮でした。